この動画は実際に湯沢のリゾートマンションに住んでいる方たちにインタビューを行い、リゾマン暮らしのリアルを包み隠さずお話ししてもらっています。ぜひ最後までご覧ください。さあ今回もやってまいりました、リゾマンユーザー本音トークのお時間やってまいりました。今日のゲストは結構ね、こう湯沢のリゾートマンションの中でもかなりデラックスなタイプのリゾートマンションにお住まいのチカラさん、ゲストにお呼びしまして、ちょっとお話をね聞いてみたいと思います。チカラさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、あの、良くも悪くも話題になりがちなこの湯沢のリゾートマンションですけども、まあ、実際に住まわれてる方、暮らされてる方からもうね、本音のお話を引き出したいというのが趣旨でこの対談やらせてもらってますので、ぜひね、あれもこれもお聞きできたらなと思ってます。まず最初に、湯沢の居住先としてリゾートマンションを選ばれた理由っていうのは何ですか？あの、友人が、はい、さっきも言いましたけど、はい、シェブト住んでる友人がここを見つけるんですけど、はい、彼はもう目利きの力がすごくて、はいはい、あの、まず、ユーザーの、あの、ポテンシャルですね、外国人もこの雪があるっていうところで目につけてくるだろうということで、はい、まず投資価値があると、うんうん、でその中でもマンションはまあ管理で買えって言われてくれるので、うん、まあ、管理でしっかりしているマンションを選ぶっていうことを彼がもう見聞きがあって、はい、なおかつこの景色、うんうん、もう3つ条件が揃ってるというところでここにしました。あ、すごい、その投資視点から、うん、このユーザーのリゾマン、うん、まあ、もうそうなるとそもそも一択だったっていう感じですかね、もう最初からリゾマン。そうですね、ここですね、うん、でその後友人がたくさん来るので、はい、で不動産屋さんにも、あの、紹介してもらって、うん、私も一緒に同行していろんなマンションを見ているんですけど、はい、やっぱりちょっともう住んじゃったこともあるんですけど、やっぱここいいなっていうふうには、うん、はい、改めて思ってますね。なるほどですね、はい、ありがとうございます。一つちょっと、あの、近谷さんならではのお話かなと思うんですが、その投資対象の物件としてユーザーのリゾートマンションって、まあ、どのいうふうに思われてます？そのポテンシャルの部分とかも含めて、まあ、まずは、まあ、ここのさっきも言った2800万円なんですね、はい、マンションの価格表みたいなのがここにあるんですけど、はい、そこから10分の1ということで、うん、まあ、資産価値的にはもうボトムっていうところですね、うん、はい、であと上昇余地で言うと、うん、例えば僕はフィリピンも縁があるので、フィリピン人の富裕層がここを見つけたら、はい、もう、なんか即買い、うん、それと今年の5月から、不動産の売買が、オンラインでもできるようになる、はい、なるんですね。そうすると外国人が日本に来なくても買えるようになるっていう、まあ、その2つあるので、ここはそういう意味では資産価値がもう上がってくっていうふうには見てます。ただ物件を選ばなきゃダメですけど、はい、管理がしっかりしてもちろんです、ね、はい、そういう意味で、はい、近谷さんが、うん、その先ほどおっしゃってた管理を、うん、最大重要視しろっていうふうにおっしゃったと思うんですけども、うんうん、その管理ってまあざっくりですが、その中でもどういった部分を重要視した方がいいですか？また大家さん目線、あ、買うっていう立場ですね、はい、大家さん目線で言うと、収残積み立て金とかきっちり溜まってる、健全である、やっぱり滞納者があんまりいないとか、うん、まあ、そういうところをこう見ますので、まあ、そういうのはちょっと不動産屋さんから聞けば、あ、この状況も分かりますし、うん、私の場合そもそもここに住んでる友人なの、友人が理事会のレポートとか、管理組合のレポートとか送ってもらえてるので。なるほど、ええ、でなんか状況をよく、うん、はい、ご存知の上で選ばれた。そうですね、あんまり言ってもいいか分からないですけど、中にはこう、もうどこでもあるんですけど、もちろんです、ね、理事長が長くて、まあ、持ち逃げしちゃうとかですね、まあ、そういう事件というのも隣町であって起きるので、やっぱりなんか管理が大事だなというふうには思ってますね、うんうん、なるほど、ありがとうございます。ちょっと話はそれますが、これからインバウンドって一気に戻ってこられるというふうには推測されますか？私はコロナはスペイン風邪の時もそうだけど一時的だと思うので、で問いつつ、なんだろうな、団体の観光客みたいなちょっとだんだん少なくなってきて、リピーターが増えると思うので、リピーターはやっぱり日本の本当の良さっていうのを見に来ると思うので、うん、そうすると越後湯沢の魅力がこうクルーズアップされるんじゃないかなと思っています。ただ、さっき言ったようにおしゃれなところですね、
買い物するとこもないですし、はい、うん、なんかな、そういう意味で言うと、ちょっとそこのポテンシャルが弱いかなと思うんですけど、うん、この雪、スキー、紅葉、もうあらゆる自然については、もう、なんか温泉もありますしね、ポテンシャルめっちゃ高い。抜群ですよね。うん、そういう意味では、ほとんど揃ってるのかなっていうふうに僕も感じています。ありがとうございます。非常に貴重なお話を聞かせていただきました。じゃあね、今住まわれてるこのマンションで一番気に入ってるところ何ですか？気に入ってるところはやっぱり露天風呂とサウナですね。これも毎日のルーチンなの で、うんうんうん、で私は健康志向でもあるので、はい、そういう意味で言ったらちゃんとこうお風呂で自然の中でゆったりして、でサウナも入って汗かいて、うん、で最後ここで、あ、夏ですよ、うん、夏はここでビールを飲みながらっていう、枝豆食べてリフレッシュもできて自然、はい、健康にもいいっていう生活を送れてるところですかね。ユーザーの中のリゾートマンションの中でも露天風呂ちゃんと機能しているのってここと他にありましたっけ？多分僕が知ってる限りだとここだけだったのかなっていう気が、エンジェルグランディアはあるんですが、うん、あ、はい、まあそこはホテルの、そう、ホテルコンドですね。そうなんです、はい、コンドミニアムなんで、まあそれはしっかりかなと思いつつ、うんうん、その住居型のリゾートマンションとしてはもしかしたらちょっとこれ場所バレちゃう。そうですね。まあお風呂もにほぼ24時間で、うん、はい、1時から3時以外はずっと入れるっていうのも、まあ、最高ですね。最高ですね。ちなみに、僕のマンションは、サウナは停止中なので、うんうん、使えなかったりするので、うん、あとほら、時間制限があったりするマンションとかあるので、24時間自由に入れて、全部の機能してるっていうのは、すごい大きな魅力かもしれないですね。うん、ありがたいですよね、はい。このスタッフの人が毎日ね、掃除してくれて、本当に。うんうんうん、はい、で。これも言うとバレちゃうかもしれないんですけど、プール。はい、スライダー付きのプール、はい、スライダージャグジーな、何もうザーッとそうです ね、これだけのものが揃っているとあれですよね、ま、ザ・リゾートマンションに暮らしてるっていう、うんうん、その感覚を受けられるっていうのはもうめちゃくちゃ魅力的だななんてね。リゾートマンションを選ばれる中で、まあ、さっき管理っていうこともおっしゃったかと思うんですが、うん、そういう設備の部分で重要視するべき点があるとすれば何がありますか？そういう意味で言うとキッチンがあるんですけど、はい、ここは電熱線でキッチンが狭いっていうのがちょっと難点なんですね。はい、本当に料理を楽しむとなるとちょっとキッチンは考えた方が良くて、うん、私の友人はもう全面もうリモホームキッチンをしちゃいましたね。もう奥さんのために、奥さんが料理好きなので、もうできるように。だからそこは、ちょっと買うのもいいんですけど、キッチンはもしかしたらリフォームを、考慮して、買われた方がいいかもしれないですね。そうですね。私たちも家族で住んでいると、やはりどうしても、調理をする、うん、実感というのはすごく多いので、うんうん、そういう意味では、いろんなタイプの方がいる中で、料理を重視される方は、うん、キッチンの設備っていうのはすごく重要かもしれないですね。うんうん、あとは暖房ですかね、やっぱり。おっしゃる通り。こちらのマンションは、オール電化のマンションになりますか？そうです、オール電化です。はい。暖房は、そうすると何を使われてますか？今、エアコンですね。このエアコンだけで十分暖は取れますか？そうですね。私はそんなに寒くても大丈夫なタイプなので、まあ、寝るときはもう切って寝ますし、湯たんぽ、湯たんぽ使ってるので、はい、で寝るときは寒くないようにして、あと、こたつにしてるので。なるほど。はい。だからこたつ、エアコン、湯、うん、たんぽみたいな形で、12月の料金がだいたい7000円ぐらいですかね、電気代が。え？そんなもんですか？1ヶ月いないですからね。あ、なるほど、そうかそうかそうか。だいたい10日間の利用で7000円ぐらい、ね。もう12月って言ったら十分寒かったと思うので、寒かったです、はい、結構ピークの電気料金ってことですよね。はいはい、あとね、重要なのは、こちらのお部屋は二重サッシになってるんですよね。そうですね。こういうので、冷気をシャットアウトするっていう仕様にもなっているので、ある程度電気でもね、賄えるのかもしれないですね。なるほど、ありがとうございます。それから、ここ重要なんですよ。ここは洗濯機ってどうなってます？洗濯機は置き場ってあるんですか？置き場はお風呂の方に置こうと思えば
置けますから、置いてる人はそっち側に置いてますね。はい、ただ私はそんな選択肢しないので、コインランドリーで十分なので。はい、足りてる、うん。足りてますね。あのマンションに設備されているコインランドリーのマシーンで全然問題なく。うんうん、はい、全然問題なく、はい。これ結構話題になるんですよ。うん、ボロいって。うん古いじゃないですか、うん、昔のままの、ねうん、洗濯機なんで、うん、じゃあまあ、 あのチカラさんとしては特にそこも不満はなく、うん、そうですね、嫌だったら、うん、いや本当家内がちょっと来て長めに行って洗濯するんだったらお風呂場に洗濯機を置けば、あお風呂使わないのでそうですよね、お風呂場に洗濯機を置けばいいだけだなというふうに思って、結構あのどこの家庭も、うん、あのユニットバスの中に洗濯機を置いて使われてるってね、うん、そうすると、お湯で洗濯ができるので実は調子いいなっていう、ね、なるほど、うん、お話も聞きました、そうですね、出ますからね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっとさっきお聞きしちゃいましたが、1ヶ月の光熱費もし可能であれば、まあ、全部ここ水道代とかはかかる、水道代かからない、じゃあ完全に電気代だけが、そうですね、光熱費としてかかるって言って、はい、さっき7000円ぐらい、そうですね、夏は、はい、3000円ぐらいで、こあの電気代は、はい、で冬がだから7000、8000円、まあ使どれだけ使うかに、まあもちろん、うん、まあそれと定住するのとね、使用頻度が変わってくるかと思うんですが、うん、まあじゃあ月10日間ぐらいで大体そのぐらい、うん、はい、ずっと住まわれていれば約3倍ぐらいというふうな目安ですかね、うんうんうん、そうですね、なるほど、37平米の部屋でそのぐらい、これ僕としてはすごい安いなっていうふうに今、うん、これ二重差しが効いてるんですかね、そうですね、多分そこも大きいと思いますね、うんうん、なるほど、一つ参考になればと思います、ありがとうございます。リゾートマンションを選んで、ここだけはなっていうようなところがあれば、一つずつお伺いできればと思います。まず、そういう意味では人間関係が、まあちょっと、正直でおじいちゃんおばあちゃん、私も年なんですけど、はい、私よりもっと20ぐらい上の方が中心なので、うん、一人でいるとずっと一人になっちゃうっていうところがある、うんうんうん、寂しくなるっていうところですかね。うんだから私の場合は友人がまたいるから、うん、まあ食事したりとか、はい、逆にゲストを呼んで、はい、もう今年で、去年の5月から全部で10組ぐらい来てもらって、ゲストルームに来てもらって、はいはい、まあ、ここで一緒に鍋やったりとか、または地元のきら星であった、うん、人も来てもらって一緒に飲もうとやったりとか、うんうん、まあそういうなんか交流は持てない人はなんかずっと一人でいるみたいな形になっちゃうので、はい、だからその交流ですかね、そういう意味で言うと、うんうんうん、逆にここだけの話とあんまり近づきすぎると話が長くなっちゃうのでお風呂とかなんとかで、いや僕はそこは適度に距離を、はいはい、置いてるんですけど、あんまり久しくなりすぎると、なるほど、はい、話長いんですよ、そうです、みんな暇な、ここだけで暇なので聞こえてるってちょっとうまくやってください、今ね、ユーザーのリゾートマンション買ってみようかな、借りてみようかなっていうふうに検討されている方にアドバイスありましたらお願いします。まずは体験した方がいいと思うので、ゲストルーム、僕の場合だとゲストルームに来てもらって一回滞在して、見るってことがまずおすすめで、であとは不動産屋さんもね、有名な不動産屋さんがこうあって、はい、いろんなマンションを一度にこう、ま、パーッと回ってくれるので、うん、マンションを見比べるっていうのもなんかそうですね、うん、内覧ツアー、うん、内覧ツアーがいいと思いますね、すごくね、うんうん、あとはできればなんか冬のイメージが強いんですね、そうですね、みんな遊びに来てねっていうと冬なら行くっていう人が多くて、なんでこの夏と紅葉来ないのかなと僕も思ったりしたんですけど、うん、だから四季を通じてなんか来たり見たらいいんじゃないかなと。そうすると、なんか冬だけだと、冬のスキーだけだのために、なんか、二拠点生活ってなんだなと思う人も、うん、もうオールシーズンであれば、それなりに、こう、ペイっていうか、費用対効果があってくるので、はい、だから四季を2年目は四季を通じて、うん、来られることをお勧めしますね。なるほど。はい。あと、きら星がね、お試し移住で、リゾートマンションの部屋を持てたりするので、そういうのを利用して、実際の暮らしを体験してみるっていうことも大事かもしれないですね。うんうん、そうですね。なるほどですね。じゃあね、最後に本音をお聞きしたいと思います。リーザーのリゾートマンション購入されてますけども、
良かったですか？良かったです。めちゃいいですよ。お得。まずお得、買うときにお得で、住んでもお得っていう。で、なおかつ僕の場合ゲストが来て、うん、まあそういう人たちと交流するので、うん、なんていうかな、東京で飲み会やるのも、ここに来てもらって飲み会やると一気に関係が深まるので、うん、あ、なるほど、そういう、なんていうかな、今までない、こう、人間関係の作り方っていう意味でも、いいと思いますね。リゾマンを活用した。ね、いやだってここ来るとみんな、ああ、なる。俺がそうだったもん。で、ここでこう朝来てもらってコーヒー一緒に飲みましょうよというと、こうなんかな、前向きな、うん、こう会話、あとちょっとビジネスパートナーも来てもらったりするので、うんうんうん、まあそういう時も、うん、そういう会話が。いいですね、うん。そういう活用もさせてもらってます。すごいいい、理想的な活用のされ方であることと、うん、もう一つ僕から付け加えさせてもらうと、ほとんどのリゾートマンションがゲストルームをお持ちなんですよね。うん、はい、なんで、なんだ、所有者の方たちは、そこを借りることができるので、うん、そういった意味でも、自分家に泊めるのではなくて、自分のマンションのゲストルームが利用できるっていうのも、すごくリゾートマンションの大きな大きなメリットだなっていうふうに思ってます。なので、まあ、ぜひね、ユーザーのリゾートマンションを検討されている方は、少しでも参考になればなと思いました。近川さん、今日はいろんなお話を伺いさせていただきまして、本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。俺も買っちゃおうかな。買ってください。Dude, that father is 10 men permed.